US ロボティクスは、コンピュータ用モデム及びネットワーク関連機器の製造企業であり、1976年、イリノイ州シャンバーグで設立された。14.4キロ、ファックスモデムユズは、パーソナルコンピュータ用高速ダイヤルアップモデムをいち早く提供した企業であった。V32 などの高速通信の標準プロトコルが開発される前の1986年、ユズは、 HST プロトコルを独自に開発し、9600BPS の通信速度を実現した。1989年、HST を 14.4Kbps に拡張し、その後も通信速度を追求し、1992年に 16.8Kbps。最終的には、電話回線の品質に応じて 21Kbps。 または 24kbps という速度を達成した。独自の高速モデムを製造したのはユズだけではなかった。タレベットのトレイルブレイザーシリーズは最初のモデルで最高1 9 2 k b ット s まで達成していた。ヘイズはユズやタレベットの動きに対応して独自の 9600bps のエクスプレス96をリリースした。しかし、 電子掲示板のシステムオペレーターへの大幅な値引きという戦略的なマーケティング手法を用いた結果、この中で最も人気を得たのは HST であった。ファイドネットでの長距離ファイル転送を高速化させることから、このマーケティング手法は非常に魅力的となった。もちろん、エンドユーザーもこの売り点を享受するためには互換性のあるユーズのモデムを購入することになった。一方、 カレーベット社は UCP プロトコルを高速化する機能が使えたためユニックスの世界で人気となった。HST が独自プロトコルであったため V32 ベースのモデムがより低価格で登場してもユズは市場を支配できた。しかし価格の差が大きくなってくると V32 モデムが HST に対抗する勢力として育ってきた。 US ロボティクス社はその人気と優位性を維持するため、徐々に高速な HST を市場に投入し、品質の維持に努め、HST と V32 の両方をサポートしたモデムを開発した。最終的にユズは低価格モデルには V32 モデムを使用し、高価格モデルには V32 と HST をサポートしたモデムを投入するという方針を採用した。 イサバス用56キロ内蔵モデム56キロビット S のモデムが見えてくると、ユズは再び独自路線を取って、X に技術を開発し、56キロ標準が決まる。前に、ライバルとなった、ロックウェル及びルーセントテクノロジーの K56、フレックスと市場で争った。V90 標準が決まると、ユズは独自プロトコルを捨てた。その後モデムの価格低減をさらに進め、 ユズは、いち早く、ソフトモデムを市場に投入した。パームを生み出したパームを1995年に買収した後、ユズ自身が、スリーコムに1997年6月に、買収され、子会社化された。ユズは2000年6月にスリーコムから独立し、スリーコムのモデム事業を引き継いだ。ただし、パーム部門は、その3ヶ月前にすでに独立していたのである。 US ロボティクスのその他の部門はスリーコムの子会社コミューワークスとして残留した。US ロボティクスは事業状況を素早く見直して方針を転換。現在ではダイヤルアップモデムだけでなくスイッチングハブやアクセスポイントといった各種ネットワーク機器も製造販売している。2005年同社はプラティナムエクイティによって買収された。 1980年代や1990年代に比較するとモデムはありあふれた商品となり US ロボティクスのブランド名は何の意味も持たなくなっている他のモデム企業と同様ユズモ主力はソフトモデムであるしかしマイクロソフトウィンドウズ以外のオペレーティングシステムでも使えるモデムとして従来型のモデムも依然として需要があるこのため US ロボティクスの名前は、Linux などを使うユーザーの間ではよく知られている。US ロボティクスの名称は、アイザック・アシモフにちなんだものである。アシモフは、ロボット工学という用語を生み出し、ロボットをテーマとする一連の作品で、US ロボッツメカニカル、メンという会社を登場させている。2004年、アシモフの作品に基づいたウィル・スミス主演の映画、愛、ロボットでは、 US ロボティクスという社名がロボット製造企業名として使われた。映画の中での US ロボティクス社のロゴは実際の US ロボティクス社のロゴに似せたものとなっていた。ありがとうございます。